い、じゃあね、遊んでいくんだけど、今回かなが使うアプリがパズラだー。パズラです。ライトペインティングっていうアプリで、開くとここの丸いとこ真ん中、それを押すとライトで描いたところが絵になるということでございますよ。すごい。早速一回試してみよう。試してみましょう。じゃあノア描いて。はい、じゃあ試してみます。試します。いきます、ね、はい。おお、え、どんな感じでしょうか。え、見て、ハートだー。え、すごいすごいすごい。なんか点線になってる。かわいい。すごい。こちらじゃん、明るいとこんな感じ、こんな感じ。これね、画像保存できるから、本来は暗いとこでやるものなんで、ちょ、暗いとこで一回やってみる。暗くしましょう。暗くしましょう。ちょっと明るいけど、まあ、まあ、しょうがない。しょうがない。お昼だからしょうがない。許してございます。じゃあ試してみます。はい。おーおー、終わり。え、え、見て、わー、すごいすごいすごい。お星様、お星様。じゃん、わー、すごい。ちゃんと直線。今回はまあこんな感じで遊べるので、ちょっとお互いなんて書いてるか、うん、あ、当てるゲームをしましょう。イエーイ、イエーイ、行きましょう。やってみよう。じゃあ早速、最初じゃあノアからいきます。書いてみましょう。こうしよう。いきます。はい。感じが切れ。終わり。ノアね、今ちょっと飲みたいなって思ったもの。ノアが飲みたいもの。飲みたいもの。ミルクティー。違う。お茶。ピンポーン。おー、お茶でーす。おーか。あ、でも漢字書けない。やばー。漢字下手くそな人になっちゃう。オッケー、じゃあカナがやります。やります。いくよ。なんて書いたでしょう。ヒントはモロモロ、うん、モロッコ。なんだろう、あの、初めましての時に言うかもしれない。カナです。なんでかーい。カナです。なんかめっちゃ漢字書いてるのかなって思っても全然わかんない。難しいよね、めっちゃ。え、これあれじゃない、絵描いたらわけわかんなくないでしょ。あー、やばい。かけてる。どうしよう、こっから。待って、急いでしょ。え、どんなんだろう。え、なんかこれわかんないわ、でも。うん、もういいか。終わり。終わり？え？かわいいけど。なんだ。クマ。クマさん。あー、クマさん。だからもうネズミにしようかなって思ってたね。ということで、今回はまあちょっとしか遊べなかったんだけど、うん、なんて書いてるかと、文字とお絵描きで当てっこゲームっていうか、インスタにあげよう、うちら。あ、あげましょう、ね、さっきやつね、こういうのやったよっていうのをあげれたらなと思うので、ぜひインスタの方チェックしてみてください。チェックしてね。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よければよろしくお願いします。お願いします。じゃあ次回もお楽しみに。お楽しみに。じゃあね。バイバーイ。バイバーイ。